東派匠は日本の女子プロレスラー。リングネームの由来は、プロレスの匠と言われるようなすごいレスラーを目指して、そしてリングの上を私の色で彩れるように、羽ばたけるようにの意味が込められている。高校生の時、クラッシュギャルズのビデオを見て、長与千草に憧れ、2012年8月のスターダム、後楽園、ホール大会を観戦後、プロレスラーを目指し大学を中退して上京。 九州産業大学附属九州高校卒業。同じマーベラスの後藤久美とは同じ高校で先輩後輩に当たる。2012年11月16日、4期生候補としてプロテストを受けて合格。2013年2月12日、リングネーム、いろはたくみと4月29日の両国、国技館大会でのデビューが決定。 両国でのデビューは女子プロレスラーとしては史上初。3月17日の後楽園大会に参戦していた里村芽子にデビュー戦を直訴し、里村もこれを了承した。4月29日、煽り部位で長与千草の映像も流されデビュー、里村に三角締めを仕掛ける場面もあったが、最後はスリーパーホールドを決められレフェリーストップ。5月12日、 新規バファーストリング大会にて、メインで紫がミナリーオ&、ダークエンジェルの赤いベルト白いベルト王者と組み、タック王者北条カエリア小月、夏美と松本博代との6人タックで対戦、イオによる、ソバットのアシストから、ぶっこ抜き、ジャーマンで北条からホールを奪い、デビュー3戦目にして、初の直接勝利を、タック王者から奪った。5月24日、 ビッグパレット福島大会第一試合で、キツノスミレイとの同期対決を制して、シングル初勝利。セミで、米山香里と組み、夏木太陽ヨフォートラと対戦し引き分け。6月16日、福岡サイトピアで、初の外戦。紫カミナリーと組み、高橋七恵横尾由い組と対戦。ダイビングボディプレスで、同期の横尾からホール。8月17日、 高楽園大会で初のタイトルマッチとしてダークエンジェルの持つワンダー・オブ・スター・ダム王座に挑むが、レーレーラで敗れる。10月17日、仙台ガールズ高楽園大会、朝世代闘争 8V8 勝ち抜き戦で、新生軍最初の一人として出場。2014年3月22日、大田区総合体育館で開かれた、長与ちぐさプロデュース、ザッツ女子プロレスに参戦、長与、 2ヶ月と組ダンプ松本、カオルユフォートラグミと対戦。2015年2月22日、長与千草の設立した女子プロレス団体、マーベラスに移籍2016年5月3日、マーベラス旗揚げ大会では、メインイベントで、里村芽子とのシングルマッチを戦う。2017年4月15日、マーベラス旗揚げ一周年記念大会で、 シードリングのよしことメインイベントで3年ぶりのシングルマッチで20分ドロー。2017年7月28日、マーベラス新場大会で門倉凛とのタックニュートラ結成。2017年10月17日、スターダム後楽園大会で、ビト用紙の持つワンダー・オブ・スターダム王座に挑むが、激戦の末30分ドロー。2019年12月8日、 マーベラス工楽園ホール大会で師匠の長与千草と初めてのシングルマッチで勝利。その後、長与千草がマーベラスの代表を辞退し、いろは匠に託した。2020年2月8日、スターダム工楽園大会に緊急参戦し、メインで岩谷朝優をランニング3でホールした。この試合の後、大江戸対4人が乱入して、 岩谷を袋叩きにするという事件が発生するが、綾やが岩谷を救出し、両手を広げて、岩谷を守るように立ちはだかる。そしてロープを上げて、大江戸隊に退場を促すと、大江戸隊はしぶしぶ退場していく。まるで王子様のような匠の姿に、監修は大、匠コールを送った。10月26日に行われたマーベラス、新木場大会のメインイベントの試合中に膝を負傷。 あとに、右膝膝前十字人体及び、右膝内側側腹人体と、右膝外側半月板の損傷と診断され、長期欠場を余儀なくされる。治1十ヶ月とも言われていたが、医師も驚く、驚異的な回復力を見せる。2021年6月13日、大田区総合体育館で行われた、ゲイイザム、理ド・オブ・クォーターセンチュリーのメインイベント終了後、 7月19日に復帰することを発表。2021年7月18日、7月31日より開幕するスターダムの公式リーグ戦、スターダムゴスター GP に参戦することが発表された。2021年7月20日、高楽園ホールで行われたマーベラス旗ーげ5周年記念大会にて、元月日との響き相手に9ヶ月ぶりに復帰戦を行った。 響きのセコンドについたアンドラス宮城の介入もあり、苦戦を強いられたが、バリエーションの増した多彩なキック駆使し、ペースを引き寄せ、最後はランニングスリーを決めて解消。復帰戦を勝利で飾った。8月20日、後楽園ホール大会のメインイベント終了後、仙台ガールズが保持するエウシングル王座とエウ、タック王座のエウ王座の全権をかけた。 橋本千尋とのシングルマッチを要求。これに橋本が応じたことで、10. 1 0 1後楽園でのシングル決戦が決定となった。ありがとうございます。